です。今日も動画を見ていてありがとうございます。はい、でちょっと今日ねこういう画角ということで、お気づきの方もいらっしゃるかもしれませんが、ちょっと草系のお話をしていこうかなと思ってます。はい、でね、最近ちょっと僕の動画だとですね、アガベの登場率が非常に上がっているかと思います。なので今日はちょっとアガベ会というか、やっていきたいなと思います。アガベっていうのはですね、こんな感じのですね、ロゼット状の葉を展開していく、多肉植物のことを言うんですけど、今ちょうど見せているこのアガベの下の葉、姫源流って言われる品質なんですけど、まあ、これがですね、ちょっと植え替えをしないといけなくて、これ実は今めちゃめちゃこぼれた本当はですねこの鉢に植え替えたいんですけど、この中のちょっとちっちゃい鉢にまだ収まってる状態なので、これからちょっと植え替えたいっていうのと、あとちょっと一個実験をやっていきたいなと思ってます。こちらはですね、一応アガベのホリダという品種になっていて、これ自体はですね、近所のホームセンターで購入させてもらったホリダになってます。で、今日はですね、ちょっとこれを胴切りと言われるですね、ものをちょっとやっていこうかなと思います。でちょっと胴切りっていうものがどんなもんかっていうと、まあ、いろいろやり方あるんですけど、まあ、こう縦に切ったり、まあ横に切ったり、あとちょっとこの天と地に分けて、まあセパレートするみたいなやり方があったりします。でそんなひどいことやってどうなんのっていうところだと思うんですけど、それをやるとですね、このアガベのこの切ったところからニョキニョキっとちっちゃい子供が出てきます。で一応ですね、僕前に胴切りしたことがあって、どういうパターンでやったかというと、こう天と地に分けた状態の胴切りをやったことがある感じです。ちょっとお見せしますね。やったのがこれですね、はい、アガベの笹の雪と言われる、アガベになってます。でこっちの方が地で、こっちが天と言われるんですよね。これがもともとこっちの地の方の上にくっついてたんですけど、まあ、あろうことかですね、僕がぶった切ってしまうということをやって、今こういうふうに2つに分かれている状態です。もう全然根っこ生えてるので、こういうふうな全然取れる気配がないって感じの、根っこが生えるぐらいになってます。で肝心なのはこっちですよね。こっちの方に、まあ、小株どんなもんじゃいって感じだと思うんですけど、ちょっと、まあ、こことかね、めちゃめちゃ小株と言われるちっちゃいアガベが出てきてます。でここにあるのが多分一番今大きくなってる笹の雪の小株 で今これちょっと数えるとちょっと分かんないんですけど、10個以上出てるんですよね多分。なんでこれ結構非常に楽しいんですよね。こうフィーバーしてるような感じで、ちょっとこの小株だけ結構大きくなってるので、ちょっと取っちゃいましょうか。これあ取れた、はい、小株取れました。こんな感じ、ちっちゃい笹の雪が取れました。めっちゃ可愛いこれ、はい、なんかね根っこ生えてるっぽいんですよね。見えるかな。5ヶ月ぐらいでちょっとこのぐらいのサイズになりましたって感じですね、はい、というわけでね、やっていこうかなと思います。はい、早速やっていきましょう。はい、というわけでね、最初、アガベの植え替えの方からやっていこうかなと思います。まあ冒頭お話した通り、こちらの姫源流ですね、こちらを植え替えていこうと思うんですけど、見えるかな、この横っちょにですね、結構根っこが飛び出てきちゃったんですよね。元気いっぱいのアガベで、まあ、これちょっと早く植え替えてあげたいなと思ってたんですけど、まあ、ちょっと冬場にねこういう根っこをいじるっていうのはあんまり、植物的によろしくないので、ちょっと暖かくなってくるまで、我慢してた感じです。はい、とうとうね今日やれるってことで、すごい楽しみにしていました。うわ、すっげえ今抜いたら大変なことになってます。これこんななってるうどんみたいになってますね、はい、うわこんな元気なの君は、すごいね。はい、じゃあ早速やっていきますね。で、こう笑ってないよ、こっからどうしましょう、ね、こうやって全然取れない。来た来た、あ、来た、うわ、やば、はい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 、はい、うわ、抜けた抜けた、見てこれうわ、あ、超ネバチ、どうしよう、だいぶ根っこ崩したくないといけないな。大丈夫と思うんですけどね、アガベ強いから。
れず土を落とすところを頑張ってみました。もうこんなに落ちたんですけど、こんな感じになりました。すごくないですか、ね、ラーメンみたいでね、ちょっとびっくりしたんですけど、これ場所によってはこの葉と葉の間がこれか、これね完全に葉っぱの隙間から出てきてるんですよね。これ予想以上に元気でびっくりしました、この人は。はい、まあちょっと僕いろいろ育てますけど、やっぱ根っこが元気な植物は元気ですよね。はい、もうちょっと違ったらごめんなさいなんですけど、根っこちょっとね、死んでる根っこがいっぱいあるので、ちょっと整理して新しい鉢に入れ替えていきたいと思います。はい、というわけでね、根っこの整理が終わりました。一応こんな感じでだいぶ、さっぱりしてくれた感じです。はい、このボタナインさんの鉢が空いてちょっともったいないので、ちょっとこれにはですね、ちょっと別の株を植えようかなと思います。それがこちらですね、グランカクタスさんで前に購入させてもらった、白牛ですね。ちょ連続で地味ないかもしれないですけど、これもまた抜いていきます。ちょっとコツを掴んできたかもしれないですね。この100均のこのマドラーを使ってるんですけど、このマドラーのこのスプーンの部分を使ってテコの原理にグイってあげると結構いけますね。ほらほら来た、うわ、鉢から抜いたら鉢が出てきましたね。これもやばい、なんか芸術作品みたいなですね、こういうね。すごい。はい、じゃあこれもですね、ちょっと同じように根っこ整理というかしていこうと思います。これはそんなしたくないんだよな。このもうだいぶ枯れ込んでる葉っぱは、まあ、当然のように取るけど、おお、めっちゃ綺麗に取れた。取れるも簡単に取れるも、まあ、ちょっといらない土を落としたって感じにしました。この張りっぷりが多分ほぼ生きてる根っこなんで、こういっちゃおうかなと思います。ちょっとこのちっこい方からいこうかなと思います。はい、で土はですね、島村園芸さんで購入させてもらった土になっていて、それをちょっと今回は使っておこうかなと思います。最初はちょっと大ぶりな感じなんで、ちょっと大きめの土入れで入れてきます。で、まあ、ランプをちょっ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 と張って、はい、というわけで続きはこちらの姫源流を植え替えていきます。はい、でね、続けてはこちらのゴリラを胴切りしていこうと思います。さっきねちょっと指刺さって多分血出てますね、手袋の中と気をつけた方がいいぐらい。はい、で胴切りについてなんですけど、今回はこれを使ってきます。カットワイヤーっていう、ちょっと本来の用途わかんないんですけど、あの日のシャッターの洋介さんが胴切りの、動画でご紹介していたやつをちょっと調達してみました。どっかにあの日のシャッターって書いてあったのかな、ミスプリかなんかかもしれないですね。はい、中身開けるとこんな感じになっていて、ピンピンってなります。ちょっと聞こえるかな、
はい、で、肝心のオリガ君なんですけど、一応こんな感じ、まあ、下2段1段ぐらい残して、ちょっと道着でやっていこうかなと思います。多分ね、ホリダは結構身が細いんで、こうサクッといっちゃうと思うんですよね。必殺仕事人って感じのイメージで行ってみます。結果な、おら、多分一回食い込みましたね。一回食い込んだからちょっと慌てず、なかなかしぶとい、なかなかしぶといよ。入れないよ。洋介さん手伝って。こういう時はね、ですよね、ちょっと世代があるかもしれないけど、ファイト一発って言ったことも僕大好きですかね。知ってる方いたら一緒に行ってください。せーの、ファイト。なかなかいかねえ。何よりね、このアガペの巨子が怖いみたいな。どっか行っちゃった。でも綺麗に取れました。はい、オリナちゃんが今飛んできました。掘り出すフライ、こうだったのがこうなっちゃいました。はい、はい、で、一応ここめちゃめちゃ傷口扱いなので、ルートンを巻いてあげます。で、一応これ100均のなんだっけな、ソースとかケチャップ入れるやつですけど、これ一応入ってるのがルートンで、ちょっと白い粉だから怪しく見えるけど、で、これを使ってね、ごめんねっていう気持ちを持って幹部に塗ってあげます。はい、で、ちょっとこっちのルートの方も使ってあげます。すいません、されちゃいそうだけど、はい、これで出来上がり。あとはね、これとか植え付けて発根管理していこうと思います。はい、はい、というわけでいかがだったでしょうか。姫源流と白竜の植え替えと、ホリダの胴切りをやってみました。はい、でね、植え替えた株なんですけど、一旦姫源流はこんな感じになりました。まあ、正直ね、冒頭に差し込んだ時と、まあ、フォルムは全然変わんないと思うんですけど、まあいい感じになったんじゃないかなと思います。でね、一応この子はね、葉っぱから根っこが出ちゃうような元気っぷりなので、ちょっと結構深めに植えてみた感じです。はい、めちゃめちゃかっこいいんじゃないでしょうか。でね、次が白芸の方ですね。白芸はこんな感じです。ちょっと上から見せたいけど化粧石が落ちそうだからごめんなさい。こちらもいい感じに収まったんじゃないかなと思います。まあ、こっちはね、そこまで根っこをね整理したわけじゃないので、このままお水等々ガンガン埋めても問題ないんじゃないかなとは思うんですけど、一応ね、今さっきの姫源流と、この子、2日3日ちょっと光にはあんまり当てないようにして、養生させた上でお水なりね、光なり、風なりちょっと当てて、また大きくなってってもらおうかなと思います。もう結構綺麗になったな、かっこいいな。はい、で、ホリダ君の方はこんな感じですね。はい、ちょっとごめんなさい、こっちルートンのがついてるのでこのままで失礼なんですけども、胴切りした地がこっちで点がこっちになってます。はい、まあ、ここからですね、多分 3,4 ヶ月ぐらい経って、1個2個出てきてくれればいい方かなと思うんですけど、はい、まあ、結果はですね、また動画とかでお話しできれば嬉しいかなと思います。はい、でこっちもね、こっちもね、これから発根管理していくんですけど、ちょっと発根してくれることを辞書に願ってくれれば嬉しいなと思います。はい、というわけでね、今日はアガベをこう引っこ抜いたり、根っこをブチブチしたり叩き切るというですね、愛護団体的なものがあったら訴えられちゃいそうな動画となりましたが、まあ、少しでもね、楽しんでいただけたでしょうか。まあ、そんな本格的にね、いつも通り見ていただかず、片耳程度に見ていただければなと思っております。
でね、まあ、ちょっとアガベ会ということだったんですけど、まあ、ちょっとやってて思ったんですが、まあ、ちょっとコメントとかでもいただいたんですけど、ちょっとね最近まあ、アガベがだいぶ増えてきてるので、まあ、ちょっとアガベに絞ってご紹介なんかもちょっと近日中にやっちゃいたいかなと思っております。はい、というわけでね、このチャンネルベストレジャーでは僕の、最高の暇な時間を捻出したり過ごしたりするための僕が大好きな植物だったりとか、普段はガジェットなんかもご紹介しているチャンネルです。この動画もしですね少しでも面白かったかなって思ってくださる方がいらっしゃいましたら、高評価、チャンネル登録、コメントなどなどお待ちしております。それではまた次回の動画でお会いできたら嬉しいです。最後までご視聴ありがとうございました。ベストレジャーの伊達でした。バイバーイ。